はい、皆さんこんにちは。このシリーズ、シーズン2ということで始めていくんですけれど、まあその前に、まあ、明るくどんな、ことをするのかっていうのを、まあ、先に紹介しておきます。で、まず変更したのが、まあ、画面右下に、ウィジットですね。まあ、銃構えた時にこのウィジット、まあ、ライフルですね、と今 AK47 っていう、まあ、種類、まあ、メタルギアで、まあ、使われている種類の、まあ、銃ですね。で、ショットガン M37 ですね。で、ピストルで、まあ、こう切り替えると今持っている銃の、写真と、その名前が出るようにしてて、で、その数字2つ並んでると思いますが、上が、武器の中に入っている弾の数で、その下が持っている弾の数になります。で、弾も拾えるようにして、ボタンを押すと、まあ、ボタンを押さないと拾えないんですけれど、で、ボタンを押すと拾えるようになります。今はショットガンの弾拾いましたね。すると今10って書いてると思うんですけど、10発入っています。で、この、まあ、赤色、ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、この赤色が赤色の外側にいるとボタンを押しても弾拾えないんですけれど、この範囲内に入ると、弾を取れるようにしています。これはピストルです。で、こうやって、まあ、取ると取った時の音が流れるようにしています。それで一通り取りました。で、リロードのボタンを作ったので、リロードすると、まあ、こういうふうに決められた数だけ自動的に充填します。ライフルは30発しか入りません。なので1発撃つと、1発って充填すると1発だけ入って、残り9発になるっていう感じです。うちの、全て。で、もし弾入ってない時に銃を撃とうとすると自動的にリロードするようにしています。で、ショットガンの場合だけ撃った数だけ、今一発だけ撃ったんで、この一発だけ弾を入れるような感じにしています。3発撃つと残り3発こう3回弾を入れているような感じにしています。他はマガジンなんで、何回打ってもこの1回カシャッと入れたら終わりになります。で、あと、まあ、下のベジットのフォントですね、それメタルギアの使われているフォント、なんかダウンロードできたんで、そのフォントを使っています。で、あと、シーズン1の時では、基本的にフルオート、標準でフルオートにしてたと思うんですけれど、まあ、これもボタンで切り替えるようにしています。で、ライフルの場合は、フルオートのボタンを押すと、そのベジットに FA、 赤色で FA って書いてると思うんですけれど、それを表示するようにしていて、それが表示されている時は、まあ、こういうふうに、連射できるようになっています。で、ピストルも、まあ、一応フルオートできるように自動的になっています。で、もう一回押すと、一発ずつしか撃てないようになっています。で、ショットガンは、まあ、フルオート無効にしています。ボタンを押しても機能しないです。で、あと、まあ、着弾したときに、こういう煙みたいな、とか、なんか、石が散ったような、エフェクトですね。
それも追加してあります。あと画面の左上ですね、見てもらうと数字すいません、数字出てきていると思います。これ武器の威力を表して、この武器の威力もその目的対象物から距離に応じて変えるようにしています。まあ実際そうですね、銃の近くから撃つのと遠くから撃つので、ダメージ量違うと思うんで、そういう設定にしています。なのでショットガンは近くから撃つと結構威力の強い50っていう値にしておいて、まあ、離れると、だんだん小さくなってきます。他の武器も一緒ですね。ピストルとかはもう結構離れると威力が無効になるようにしています。でライフルはまあかなり飛距離あると思うんで、まあ、ほとんど、まあ、ダメージ量は変わらないです。まあこれも自由に決めれるんで、まあそのやり方も紹介しておきます。まああとは、まあそれぐらいかな。まあ今の現状ではそれぐらいで、もちろん進むにつれて、さらに、いろいろ機能強化していくつもりになります。で、それに伴って、濃度とかも、まあ、修正、一部見にくいところがあったんで、そういうのも、修正しました。あと、まあ、使ってない、まあ、アニュアルエンジン、いろんな機能もあるんで、まあ、そういう機能を、まあ、いろいろ盛り込んで、まあ、どれを使うかは、まあ、考えてもらったらいいんですけれど、まあ、いろんな機能を使って、まあ、実装、しましたね。それぐらいかな。まあ、それでは、チュートリアル動画、もうちょっとしたら作り始めるんで、まあ、楽しみにしていてください。それでは今回は以上になります。まあ、良ければチャンネル登録等お願いします。それではまた。